眠れ、起きてください、獣医光の回電波発信基地、眠れ、起きててください。やじゃあ寝てていいや。君はことごとく僕の横で反抗する男だな。一応天の弱だから。天の弱だって反抗期だから。なんだ、うん、はい、じゃあ自己紹介お願いします。順位光です。はい、湯沢です。いやーね、僕がねこうしてね大変機嫌悪いのもね、はい、君にね、うん、まあ、これ放送で言うことかどうか分かんないんだけどね、 2,3 注意したいことがあるね、はいはい、すいません。君だってとりあえずね芸能人の端くれとしてね、はい、テレビにも随分出るようになって、はい、で神さんももらったわけだ、はい、なぜねお前飲みに行く店ぐらい考えろお前少しは。ああ普通はね六本木とか渋谷とかそういうとこ飲むわけですよ。これねよくある症状だからね。銀座とかね、周りの人は親切に聞いてる。それをお前なお前聞いてんのか、お前のこと言ってんのか、お前のこと、はいはいはい、なあお前、はい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 、ちゃんとスポーツニュースのコメンテーターとかやるようになってんだよ。テレビじゃんのこれな、はいはいはい、それをお前銀座ならまだしもだ、ね、新宿の、はい、外れの、はい、中古のカメラ屋の地下の2階の、はい、なんしかも店の名前が潜ったね、まだライクアバージン、そんなところで飲んでる場合かお前、はい、な、はいはいはい、しかもまあ夜の10時から明け方の4時まで散々飲んで一人頭3200円っていう、そういうお前リーズナブルな店で飲んでていいのか、お前いいと思ってんのかお前ということで、はい、もう二度と行きませんか。行かないだろ。はいはいはい、はい、すいませんでした。どうしていいか僕も今わからないんですけど、お前がやるべきことはただ一つだよ、はい、それはお前じゃないかよってちょっとソフトなツッコミを、それはお前じゃないかよ、ごめんよ、もう最低だったな。そうですか。あ、なんでライクアバージンっていう名前がいけないんですか。それがわからないんです。ライクアバージン、ただライクアバージンじゃないんだぞお前。ライクアバージンの最後の N で終わるじゃんか英語、N の引き体で書いたんだけど、その N の最後のとこがレタリングがとろりと溶けてるんだぞお前こうなんかこうなんか陰微な感じになってんだぞお前。え、それだけで陰微な感じとしちゃうんですか。お前レタリングの最後の字がとろりと溶けたらそれは恐怖か陰微かどっちかだろお前。とろりっていうなんていうの弱いの何か。だからレタリングの最後の字がとろりと溶けたらお前もうとろりとしてんだよもう。3日間ほど煮込んだからしょうがないんだけどね。レッとなってんだよな、はいはいはい、でな、そもそもはなファミコン通信って雑誌があるじゃんか今ファミ通、はい、あれのなスタッフの人はな飲み行きませんかとか言ってな、うん、で暇だったらとか俺今日暇ですよって話してな、うん、好きな店でいいですよいつも行きつけんとこじゃあ連れてってくださいよって言ったら、うん、まさかライクアバージンだと思わないだろお前。行きつけた引きつけ起こしちゃうぐらいの店だったんだね。うまいねおいうまいねすいませんって言ったらもう二度と言いません、うん、多分お前のお袋1週間以内に死ぬよだからもうもう病人の話はよしましょう。やめとこうな、まあな、そうやな、そうそれでな、はい、行ったさ、その店に行ったさ、はい、ライクアバージンライクアバージンに行ったさ、はい、したよな。お店の雰囲気がな、うん、ちょうどこの BGM みたいな感じの店なんだよ。なんずいぶんどんよりしてるリーズナブルの割にどんよりしてるんだね。ああ、うん、もうすげえんだ、なんだかわかんねえんだよ。あの店の構えは、うん、普通のなんていうのかな、スナックって言うんですかね、うん、よくあるスナックっていう感じ。バスエっぽいわけですか。バスエバスエ、うん、スナックなんでさ、でちょっとおしゃれにしようとしたんだけど失敗っていう、うん、なんか結構できた当時はおしゃれだったんだろうけど、うん、なんか店長がわらばんしにマジックで書いたビールセールとか書いてあったりちゃって何がビールセールだよっていう状況になっちゃって、ライクアバーディーという名前つけた段階でもうねちょっとダメなんだけどね、うん、で女の子が一応いるんだよ。やっぱりこのお酌をしてくれる女、別に触れたりとかじゃないんだよ、いわゆる、ね、おっさんたちの愚痴聞く相手になるような女の子、もうこのクオリティがまさに6時間で3200円っていうさなんていうのお前、6時間行くの我慢してゲームボーイのカセット1個買えるか買えないかぐらいの値段だからさそりゃお安いさ。それはさ、うん、一番ねびっくりしたのがね、うん、なんかね渡辺美奈代っているじゃんかタレントの、はいはいはい、渡辺美奈代さん、あいつをね釘バットで5回ぐらい殴った感じのやつがいて、うん、そいつが店で一番美人っていうくらいの あそれが一番美人なんだ。でこいつらがなんかさ客ですよ3200円とはいえ、うん、客じゃないですか、言ってんのに面白いことやった面白いちょっとこのうちわ持ってみてなんて、なんだか全然わかんない
何をさせたいんだこいつはよ。俺金払ってんだよ。ライクアバージンのくせにうちわが置いてあるってとこ嫌ですね。またね、なんかわかんないけどな、金曜土曜はね浴衣フェアだからなんて言われて知らねえよね。二度と来ねえよね。もうこの火曜で正解だよ、浴衣フェアじゃねえ分だけと思いながら。そんなクソ女どもがさ、普通のお店だったらさ、まあ、それはいいことかどうかわかんないけどさ、あのお店についてる女の人はお酒飲んでるふりして実はウーロン茶飲んでて、はいはいはい、あのお客さんのことに気配りしてるじゃねえかよ、うん、でこうタバコをちょっとスッと取っただけで、あのさっとこうライター出すとかするじゃねえかよ、うん、なもう俺がタバコを箱から出して口に加えて、そうだな、その加えた時に生まれた子が小学校行くぐらいまで火が出てこねえよ。6年も待ったら6年も、まあ、ちょっと大げさだけど出てこねえよ。で火出したなと思ったらてめえのタバコに火つかって先に先にまずスッパー、しかもショートホープだお前、うわもうで鼻からバヒーバヒーっていう状況で鼻からタバコ出すのはダメですね。でその女がさ、また酒をさ、普通俺のから作るだろまあいいんですけど、俺のから作るだろ、てめえのとこにドクドク注いでさ、何あの水割りいただいていいかしらって言うからさ、水割りじゃねえんだよもうコーヒーにおけるスジャータぐらいの量水が入ってるだけで俺のボトルを減らしてるだけなんだよ、これ無尽蔵にコンビナートにペスター現るぐらいの勢いでお前ごっきゅうごっきゅう飲んでベロンベロンになって、そうそう、うちねカラオケの設備がいいから私歌うだってどうぞまだなんだそれは無理もないですね。怒ったね、はいはい、じゃあね、まあとりあえずね、工事はね一応ね、特別に1時50分から、ね、学校であった怖いお話の後編の方が受信できるんで、先週前編ありましたね、はいはいはい、この辺もですね、はい、確認していってください。で海の家でマガジンを受信してください。はい、はい、もうすでに流れちゃっておりますが曲紹介をお願いします。ああ、これいつの間にすり替わったの、ずいぶん前から流れてたんじゃないの、マドンナでライカー、違う電気グループでリズムレッド&ビートブラックで、クーの最後のがトロッと飛んだ。ユインカルロ、かいかい、
回転パーシンキチ泥棒なんです。大丈夫よサトシ君、泥棒です。泥棒いないから大丈夫。あなた泥棒じゃないです。泥棒って、はい、お注射の時間ですよ。お注射ね、はい、取りました。やったのね。いやしかし本当にね、どういうつもりなんでしょう、はい、あの人たちはあれが仕事なんですよね。そうでしょうね、そういう仕事なんですよ。だから僕もほら飲み屋でアルバイトしてましたから、うんうんうん、ただもうそこの店なんかもうケンちゃん来たらもう大変なことになっちゃうよ。だってケンちゃんって5秒で言うじゃねえよ。ごめんごめん、これ今すごいってポーッとして、俺お前伝説の木の下インしおりみたいになってたよ。俺今すごい今静かになっちゃった。すげえごめん今マジでマジでごめん。なんだよ、で俺みたいのが言ったらどうなんだよ。だってさ、うん、一応だってそのように渡辺美奈代ちゃん釘バットで5回殴ったなんでも、うんうん、一応まだあちょっと待って、 釘バットで大リーガーがね、大リーガーが5回殴大リーガーがもう腰の入ったスイングで、うん、スイーンってああ5回いった2分目の音がね、それ2分目の音が、まあ、まあまあそうだわな、女がいるわな、うん、若い子じゃん。若いよ。ね、うん、一応まあ自称21とかでしょ。自称21とかだね、うんうん、まあ実際は27ぐらい言ってんだろうけども、そんな感じだったな、うん、もしかしたらもうちょい上かもしれないな、45、6 そうだ、そんなに上じゃねえじゃねえ。それはもうあんた目つぶってたりしょうがないからね、もう、うんうん、何言ってんだろう今ちょっと自分が分かんない。いやいや分かります分かります、目つぶってれば一応声だけ、ああそうそうそう、なんかイマジネーションだよ、ごまかせるみたいなこと、ね、僕が言ってたの湯島にあるお店なんですけどね、はい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 、そこはねあのねまた湯島芸能人のバイトしそうな店だねおい。ていうか芸能人はバイトしないしね、でも芸能人来ますよ。誰が？あの小山師匠とか、おゴージャスだねおい、バフ師匠とか、うんうんうん、あと小極斎住江とか、たまたまそれ寄せが近いんじゃねえか、それただ単に割と鈴本の近所だけど、そこの店なんか大変ですよ。だって働いてる人一番若いのが、うん、いや僕が一番若かった女がね、 女で一番若かったのは昭和37年生まれですから。昭和37年生まれっていくつだわ、40ぐらいか。37年じゃないよ、僕と9つ、僕が9つ上なんですから。君より9つ上っつったらお前今だから37とか8とか。しかもそいつが自己申告してる年がそれだろ。いやでもそれは本当な、本当なんだけども、あのなんつうかね、本当にねこれそっくりなんだけど、サリちゃんに出てくるね、よっちゃんいたじゃん、うん、ああいう顔してて声が、うん、いらっしゃいませかよこさんって言うんだけどそれお前ライバルの浪曲師に水銀飲まされたかなんかしてんだよ、前江戸時代に。そこのお店のナンバーワンがマリさんっていうのが源氏名なんだけど、マリさんナンバーワン、マリさんっていうのが、昭和24年生まれだから、うん、でその人なんだ。おいちょっと待って、昭和24年のナンバーワンって何のナンバーワンなんだよお前よ。あのお店にママと一緒に昭和48年からずっと一緒にいる人で、あの人気もナンバーワンだから、マリちゃんが来なきゃダメだなーなんてみんなお店のお客さん言ってるからね、うん、お化け屋敷ねもうそういうとこだからすごかったよ。いやだけどさ、でもそういうとこってのはさ、まあ、古い人がいるからさ、俺たち別にさ、うん、俺なんか特にかみさんいるしさ、うん、そこでなんていうのか、姉ちゃんにどうしてもらおうってこともねえからさ、うん、俺の水割りがなくなったらさ、そりゃすぐに水割り作ってくれればそれでいいけどさ、うんまあまあうん、俺の水割りがなくなってカランカランって音がして、その時に飼った亀のケツに長えもがもう生えるぐらいの時間経ってからやっとこんキュルキュルキャップ開けたと思ったら、てめえのコップにドク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 ガブ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 って、お前はコンビナートインタッコングかこの野郎と思うぐらいの、まあオイル怪獣の2匹目なんですけど、ね、その話したからねもうね、本当にね納得いかないなんて思うんじゃないですか。でね、ね、うん、あなんかね、あのあいつはサービス業じゃないですか。サービス業ですよ、あいつはサービス業だ、僕にサービスしてくれるのかと思ったら、うん、俺にサービスを強要するんでしょ、なんか来て、あそれはしょうがないですよ、ある意味では有名なんかやってるとか言うこのゲロ吐くのか喋るのかどっちかにしろっていう感じのなんかやってなんつって、あのウルフルズのバンザイ歌えなんて言ったこの野郎、お前俺だから黙ってるけど、お前あれだぞ、お前尾崎清彦だったら大変なことだぞお前、俺の喉はそんな安くねえぐらいのこと言うぞお前、ちくしょうんとな。で歌ってあげたんですか。歌ったさなんで歌うじゃねえか結局、しかも振り付けでなんで言って俺のが終わってさ、で俺がその万歳君に会えてよかったなんつってさ、うん、でこうやって戻ってきて頭かきたら戻ってきたりするさ、うん、まあまあねなんて言いやがってさ、後ろのとこで嫌な予感したんだよ、うん、俺たちしか客いなくてさ、うん、他の連中全然歌う姿勢ないのにさ、パラパパラパパパラパラ流れてんだよ、うん、ずるい女、うん、俺じゃねえかよまたよ強制的に俺なんだよそれがよ。でなその時にな、まあ俺が金出したわけじゃねえからさ、ファミ通の編集部のさ、あの俺より年上の人がいるからさ、うん、それの人たちが出すんだろうから、俺が怒んのもおかしいじゃねえか。うん、だから俺はその場でぼーっとしたんだけどさ、さすがにさ、ファミ通の編集長って何十万部って出てる雑誌の編集長なんだからさ、うん、怒るのかなと思ってさ、うん、
ねえ、もうそれは怒るだろ、そういう扱いになってれば。そうだ、それはね。怒るだろ、絶対。スクッと立ち上がってさ、背広取ったから、あ、これ帰るんだなと思ったらさ、背広の内ポケットからゲームボーイ出して、ゲームボーイやってんだよ。怒んねえんだよ。いや、それは怒りの行動ですよ。怒ってねえよ。いや、怒りの行動です。いや、怒りの行動じゃない証拠があるもん。なんだってその後、ニヤニヤ笑いながら、シルバー持ってんの僕だけって言いながら、みんなに、見せびらかしてたぞ、お前。あ、そうなんだ。変な飲み会だったぞ。みんなよ、の、飲んでて、俺は怒ってるしさ、一番年上の編集長はゲームボーイやってるしさ、またその編集長がさ、いい人でさ、なんか怒るってこと知らねえのかなと思うんだけどさ、それをまたその横についてた渡辺美奈が釘バットで何回か、うん、あのホームラン、ダイリーガーがね、そうそう、ホームラン打って、あの、うん、ニューヨークの地下鉄の駅から落っことして地下鉄が6本通過した後みたいな女がそのゲームボーイ取り上げてさ、あの編集長のやってる途中のピクロスをどんどん解いてんだよ。それでも怒んねんだよ編集長。これで3200円払ってやるの、一人頭。まあ安かったらいいじゃないですか、別に。冗談じゃないよ、お前。あれで高かったらあの店もしてるよ、今から。ちょ、ほんとに。泥棒より高いよ。現在、伊集院光の最電波発信基地は、火事です。あっちあっちあっち燃えてるよ、おい。あたた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 。赤い火で立つかよ、おい。ええー、わかんねえよ。あっちよ。待望の新コーナー、ミス・ユニバースへの道。タイトルの通りですね、はいはい、ミスユニバースをイメージしたテーマ曲をですね、三つ丸ディレクターが厳選してですね今流れてる最中ですけれども、はい、新聞するような感じですね。もうなんかもうこの僕が何も言わなくてもこの曲聞いたらあミスユニバースだなっていう感じがするで、やっぱり曲を選ばせたら三つ丸ディレクターは言いたいことがあるんだったら後ではっきり言いなんだ、遠回しに嫌みったらしく、ね、あ何まあというわけで、今日からいろいろですね、はい、あの真相回転2回目ということで、そうですね、新コーナー始まるわけなんです。はい、ワクワクしますね。ワクワクします、ワクワクします、はい、でね、一応ね、番組をね、真相回転するにあたってですね、いろいろ考えた、はいはいはい、企画を練った、練りました、うん、8月、9月ぐらいに、うん、大変ですね、練って置いといたらちょっとくっちゃう足が早いからね、足が、まだ食べられるかどうか、まあ、恐る恐るやってるんですけどもね、いとしいちゃってるから、でね、この番組に足りないものっていうのをね、考えたんですけども、できましたね、何でしょうか。あのね、この番組に足りないのはね、女っ気ですね。それは言えてますね。あんた気がついてた？気がつきました。あのね、はい、普通ね、番組のアシスタントっていうね、可愛い女の子がいるわけですよ。で、メインパーソナリティに対して前に座って可愛い女の子を微笑みかけて、ケラケラもう、お前今微笑んでる。お前、っていうかお前は誰なんだよ、お前は。ちょっと待って、だって女と男の違いってそう大したことじゃないですよ。多少胸が膨らんでるかなって程度のもんですよ。僕いや、お前膨らんでるじゃねえか、おっぱい揉めます。違わねえじゃねえか、全然。細やかな気配にも。それはお前はホモだからさ、それは全然関係ないと。ウーロン茶だってあなたにあげたじゃないですか、今。別についてくんなくても、そうじゃないの。ね。例えば、戦闘ギガにおいてだって、前は、泉谷茂さんがやれば、横にこう、浜崎あゆみちゃんがいたりとか、それ大体そういう組み合わせになってるわけです。爆笑問題だって二人でやってるよ。爆笑問題、太田くん女だもん。あれごめん、鬼弁。すげえ、鬼弁、鬼弁、うん。だけど、だから逆に、戦闘ギガ改革しなきゃならないわけですよ。あ、なるほどね。ね。はい、で、僕はクビになっちゃうんですか、それじゃ。まあ、首もかわいそうじゃんか。そうですよ。それ、今まで仲良くやったのに、お前、お袋が倒れたとか、首じゃん、お前、それ。それはお前、あまりに悪いからな。な。ねえ、一応ね、アシスタントこのざまですから、せめて何ですかね、可愛い女の子の写真ぐらい見たいじゃないですか。そう、そりゃそうですよ。ね、うん、で、そこで考えたらこのコーナーです。何をやるのかといえば、現在ですね、モデル事務所に所属しているモデルさんを、もうミスユニバースに進出させるための企画をやれば、すごいですね。そのモデルさんの写真も見れるし、うん、ね、そのモデルさんも喜ぶ。ということで、やっていきたいと思うんですが、やっぱね、全世界の美女が集まるミスユニバースですからね、うん、ただ可愛いだけじゃダメじゃないですか。そりゃそうですよね。で、そこでね、審査員の人の目を引くようなプロフィールを俺たちが作ってあげれば。何が？本当にミスユニバースに出すんですか？当たり前だよ、お前なの。なんか、町内の面白い人間大会で全然、全然。だからもう、すでにモデル事務所にいて、ただでさえ可愛い女の子は間違いないわけですよ。だから今のところ、その彼女に足りないのは、もう何、面白いじゃねえや。目を引くプロフィール。そんなもんなんだって、みんな嘘ばっかついてんだから、芸能界のやつなんて。そうですよね。三井より何歳だと思ってんだ、お前。またほらもうやっと三井由里の亡霊から逃げ出せたと思ったあなたの情報を聞いて。いやまあ、かよ。まあとりあえず100分は一見に近づということで、はい、マガジンを見てみましょう。メニュー画面の一番目選んでください。メニュー画面の一番目、なんとこの番組に本物のモデルさんが登場。え、登場するの？登場するんですよ。
写真でね。あ、なんて果たしてモデルさんの運命はいかに。せーの、ピローン。ミス、ユニバースへの道。もう一枚、ピローン。いやー、えのきるいこさん。昭和52年10月21日生まれ。T は身長ですね、152センチ、はい、でバスト80センチ、ウエスト60センチ、ヒップ84センチですね、はい、ちょっと顔はどうですか、顔はどうですか、顔は随分小さいです、この顔はもうちょっと顔をあ大きくして写してもらいたい、大きくして、これは次のページに行けばいいんですか、できるんですか、ページにペロンと、ペロン、変わるじゃないですか、イエーイ、このバチコーイ、つぶらな瞳がね、ジュレイオーイ、僕この鼻の、ま、ウルテラ三振の手、はい、現在テレビラジオ V シネマと出演中です、ですよ、ね、僕このほっぺたのこのちょっと膨らんではいないですけど、こういうポケッとグッとした感じが僕チャレンジ戦士、精神旺盛な頑張り屋です、子役劇団にも所属していました、ああそうですか、うちの相棒も子役劇団にいたんですけどね、うん、ね、子役劇団でよどんでたんですけどねよどみ切っちゃったんですけど ね大変なもんですね、あの一応まあ今ちょっとざらっと読んだ動画はまあ本当のプロフィールなんですけども、なんていうんですか、ダメですね、まあ普通ですね、うん、いわゆる彼女ね、素材的には申し分ない、もうミスユニバースのね、うん、あの予選は通る顔してる、バスト80ですから、バスト80個あんだよ、バスト、違う絶対そう来ると思う、怖いよバスト80ですよね、もうボディ的にもあの面も、うん、お顔と言いなフェイスもう最後 TH じゃないからもうフェイス何だね、問題ないんですけど、はい、プロフィールなんですよ、プロフィール、彼女のプロフィール、こんなにね平凡なプロフィールじゃね、もう審査員なんか顔見る前に捨てちゃいますよ、そうですね、ダメですよ、だから趣味とかいろいろ考えてあげなきゃダメですよ、家族構成とか、はいはいはい、家族構成まで考えるんですか、そうだってミスユニバースとはいえ履歴書で来るわけだから、最初これだいたい今履歴書のね、あの生の履歴書があるんだけど何も書いてないのがね、名前書くでしょ、生年月日本籍とか書くでしょ、で住所書いたら次まず学歴、ここで掴まないと掴むんですか、掴まないと笑わせるって意味ですか、それは違う、ここで目を引かないと、あれこう小さいの気持ちをこう集中させるってことですか、もうさ普通の幼稚園出て普通の小学校とかからだんだん書いてるの全然ダメよ、はいはい、気がついたら東大にとかそうあれふと大学院とかですね、そうただ東大だけでもいくらでもいるんだから今ミスユニバースなんだ、うん、気がついたら東大にはあいる夢なんだから、夢は夢なんだろ、見てるね6年前にっていう、それ弾かれちゃうんじゃないかな、いやでもまずそこもそれが今じゃあ普通に東大行ってるやつなんかさ、うん、ちゃんと書いてあったらさ弾くも何もさ大体こんなペラ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 って捨てられちゃうんだよ、あそうですね、気がついたら東大ってのがすげえな、あ夢か、なんだってこの何秒かの間だって得してるじゃない、なんだなとどうなんですかまあそれだけは捨てられちゃうからその次の行にまた書かあまた次書かなきゃな、次や、東京ワンタン本舗何え就職したんですか、乗っ取り買収、うん、ね、しかし、うん、湾岸戦争でそれ湾にかけてるわけ、ね、うん、派兵南極へなんで湾岸戦争で南極行かれる、うん、一昨日まで凍ってたからその間分からずとか書いてあればこれすごいな、じゃあって言うんで裏に行って、うん、今度は得意な学科、得意な学科って勉強で特技でしょ、うん、所属クラブでしょ、スポーツ趣味でしょ、性格とかでしょ、うん、だそうじゃないですか、こういうの俺たちが例えば見て誰か一人なんか例えばこの番組のマスコット決めていいって言われたって、あの趣味とかのところに音楽鑑賞って書いてある、あつまんないですねな、うん、鳥獣戯画って書いてあれば書けるのかなっていう気がするけどでも音楽鑑賞じゃ呼びたかねえだろ、女の、うん、その辺を考えていこうってんだよ、ところで今伊集院さんの話聞くと何、音楽鑑賞って今鳥獣戯画って出ましたけど、うん、やっぱりそこの趣味のところに入るのは、うん、やっぱり四字熟語じゃなきゃいや大丈夫、ああいうふうにいいんですか、他にもいろいろありますからね、レコード大会とかもありますから、ね、大会とかもありますから、あとまあ家族構成とかありますけどね、一応ねどんなのがいいかなと、あの志望の動機とかも大切よ、うん、志望の動機もなんか自分の可能性を試してみたかったかなとか、ダメですね、何言ってんだ、可能性なんかどこでもなあ、うん、ガスの試験官になる可能性試しにガス会社行きゃいけないじゃねえかお前はと思うんですね、絶対漠然としてますからね、ね、志望の動機例えば、はい、ね、冬を越すためああこの子はミスユニバースに選ばれなかったら冬を越せないんだなっていう、それ切羽詰まってますからね、切羽詰まってますよね、ほんと急須のこのこういう網みたいとこですよね、もうね、チャッパ詰まってますけどね、ああなるほど、うまいな、もう、うわ俺おふくろ死ぬかもだから生きてるからうちはまだ、あと職歴とかもいいですよね、職歴とかもやっぱり変わったこといっぱいやってる子の方がやっぱ使いたいでしょ、祈祷師とかそういうんですか、そう祈祷師を2ヶ月で辞めてんの、なぜか2ヶ月突然で、平成1年4月から刀剣になる刀剣に刀剣ね、でも
なぜか平成2年の3月にはもう永久追放になってで、平成4年から台湾プロ野球に。新人賞。しかも36勝。ねえ。で、そこも永久追放になって。なるほどね。いいですね。あと何書くかな、あ、会社までの通勤時間ってのもあんなに履歴書な。会社までの通勤時間。うん、自宅から会社まで。うん、椅子蹴り10分。一旦もめんに乗って30分。全部で40分でこれ。あ、なるほどね。ね。自宅からツイストローク10分と疲れますね、それ。疲れるね。相当疲れますよ。これ、1年会社帰ったら椎間板減るにはなるね。なっちゃいますね。それからちょっと痩せっかもしれないです ね。健康状態なんかどうですか？健康状態？健康状態なんても書くの？書くよ、健康状態。良好とか書くとこあるよね。あ、そうなの？良好。良好以外に書いてあるの見たことないけどな。良好。そうだろうね、だその。良好。けど毎日チゲロ吐いてますけど。俺、良好なんだけど、至って良好。至って良好。でも、耳地がだって。でも、目地がって。時々鼻から何かがあって。出ますっていうのは、ねえ。健康状態、良いはずってのだ。なんか、人任せなやつとか。いい振りとかね。そうそうそう。あ、良い振りも結構いいです、ね。良い気味ね。あと、免許とか資格もいっぱい持ってる方が、やっぱりね。まあ、そうでしょうね。いいですね、ミスユニバースにそれが必要なのかとなるとちょっとまた問題ですけど、まあ、人目を引くという点ではね。そうだって同じ条件の人がいて、ここまで全部同じ条件できたら、その免許等だって、いいもんというか、こう目を引くもの持ってる方が結局最後は残るわけです。そうですよね。そうですよ、ね、原付免許がなかったばっかりにミスユニバースが取れなかった人だって。あ、いましたからね、過去にね。あれなんだよ、もうずるいよ、すごいずるいよ。そんなやついた？いないないないよ。いや、いましたね。今いろいろ考えていましたけど。まあ、だから要は、皆さんにハガキで募集したいところは、一個一個の項目でも結構全部書いてくれてもいいんですけど、よく今ほら、アルバイト求人雑誌とかでもいいし、まあ普通に履歴書持ってますけど、履歴書見ながら、インパクトのある履歴書を書いてきてほしいわけですよ。そう、履歴書に書いて送ってもらっちゃいいじゃないですか。あ、それ一番いいですけどね。まあ、封書出すお金はない、ハガキならどう思っている人は、まあ、ハガキに何項目か、趣味とかだけでもいいんですけど、まあ、書いて送ってくれればですね、それをうまく、いいとこ取りして、はいはいはい。こいつのプロフィールにしよう。はい。ルイコちゃんの。もう、ルイコちゃんの名前だって変わるかもしれないよ。あ、僕、名前も変わっちゃうんです。当たり前、お前、ただルイコ。だって、俺だって、本名の田中健二は、インパクトないから伊集院光にしたんだから。あ、そう。それからもみんなやってますよ、女の。ね、じゃあ、芸名に変えればいい。芸名の。ポラソドーレとか。んから始まりますか。あ、難しいですね。ポラソドーレですか。そうそうそう。ドリル差し込みたいとか。一人なのにね。そういう名前とか。その体なんだ。ありますから、どんどん皆さん送ってください。はい、で、採用した人にはですね、特製紙切れをプレゼントします。じゃあ、宛先よろしいですか。あ、どうぞ言ってください。郵便番号1、はい、150になってるよ。違うよね。111だね。111です。郵便番号111、東京都台東区浅草橋 5-21-4、戦闘機が伊集院光の回電波発信基地、ミスユニバースへの道の係までです。はい、ユニバースへの道、栄光の道にはですね、なぜかプルタブが埋まってますから、ね、皆さん気をつけて。坂友理恵 with ビッグホーンズ B で、どっちでもいい。エリだよ。お前、高坂理恵だろ、バカ。
一輪光の回電波発信基地当ステーションはただいまをもって自爆する。ダメそんなことしちゃ。いやもうダメ、すでに作動しているので。宿題やんなさい。止め、ダメ。面白い の毛の字はご飯のパー。面白い日本語大辞典。ズビズバーズビズバー、娘さんよく聞けよ、ヤコブネフが追ってくる。逃げろや逃げろモーレス。すいません、あのこのコーナー入るともうすぐこの人壊れちゃいますから、それよりあのコーナーの説明をせよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ロク。このコーナーはドゥビドゥバドゥビドゥバ、頭に浮かんだ意味のないバカ言葉を整理整頓していくコーナーで、今週はブレイクギター。いいからいいから、早く早く早く。ペンペレン、ペンペレン。今週は、今週は何なんだよ。祭りが入った言葉を紹介する。どうしても歌がいいみたいですね。フリー、フリじゃない、フリじゃない、フリじゃないです。する、ね、ちゃんとね、ハガキもいただいてんですからね、早くハガキも紹介してください、ちゃんと。わかりー、もういいから歌は。した禁止禁止、歌禁止。はい、かる、禁止されたらやんねんの、うん、俺もいい子だからね。うん、まあ、祭りの入った言葉。はい。新しい言葉。まあ、うん、なんとなく意味なんかも考えながら、行こうということですけどもね。どうですかね、いろいろ来てますけどね。これなんか感慨深いですよ、千葉県のゴミさんから。はい。祭りが入った面白い言葉。うん、友達以上、祭り未満。どういうことなんでしょうね。お友達ではあるんですけどね。うん、友達ではありますけど、そのままトライとするならば祭りへ行くほどの中ではないという、うん、まあそこでそこそれでは。でもいい、歌禁止だからね。まあ友達としていろいろ話し合うことはできるけれども、うん、大騒ぎをするような、そういう意味でのこう友達関係ではない、うんうんうん、こう静かなる友達同士、厳かなね、厳かな、うん、例えば図書室に一緒に行ってこの本面白かったよなんていう静かな会話はするものの、うん、でも例えばカラオケボックスに行ってランチ騒ぎをするような相手ではないことを、うんうん、友達以上祭り未満。あ、なるほどね、ね、こういう感じでいいんじゃないかなと僕は思うんですけどもね、はいはい、なんかバカ言葉の割にやけに納得してしまってる自分がちょっと、いやいや、もう大辞典という部分を今強調します、はいはい、きちんと意味合いはつけていかなきゃいけないですから、はい、千葉県千葉市のガンビット、はい、ね、新開発祭りシステム搭載。祭りシステムですか。はいはいはい。それは何に搭載されてるんですかね。当然自動車ですけど。あ、車なんですかこれは。はいはい、あ、車に搭載されてるもんなんですか。エアバッグみたいなもんですけどね、祭り。エアバッグってことはなんかもしもの時のために祭りがある。もちろんもちろん。ね、やっぱりみこしとか関係ある。いや、例えばこう路地をあなた車運転してると思いなさい、その祭りシステム搭載のがブーって走ってる。はい、はい、ね、したら次の十字路誰も出てこなそうだから行ったらサッカーボールがコロ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 。子供が追いかけて。後ろがタタタタタタタ。ドーン！祭りシステム作動！パカッてん！ピーヒャーラドンドンドン！ピーヒャーラドンドンドン！祭りの最中だからしょうがないか。っていう、そういう、こう、自分の中では、強引に納得させるための。自分の中でなんとなくこう。ああ、なるほどね。いやいや、あのね、一番ね、交通事故をした後の、運転手、その時の、まあ、加害者になってしまうわけですけどね。彼らの心理の中で一番怖いのは、落ち着かなきゃ落ち着かなきゃと思うほど、うん、落ち着けないという心理が一番怖いわけですよ。はいはいはい。落ち着かなきゃと思うんだけど、パニックに、もう、すんごいパニックになっちゃう。逆に落ち着かないような祭りを開催されることで、うん、一祭り終えた後で、はぁ、おまわりさん呼ばなきゃ、とか、そういう風になれる。でも、おまわりさんは呼んだ方がいいんですか、一応。まあそうでしょうね。あ、そうですか。お前さんちゃんと連絡したりとか。お祭りの最中だから、まあこんなこともあるのかなっていうことで。あ、だってリオのカーニバルなんて何人も死ぬじゃないですか。そう、だんじりなんかでもね、そうそう、亡くなっちゃっても死ぬ。もう祭りだからっていう。お諏訪様の御柱だって亡くなる方いるでしょう。イメージありますよね。うん、あ、じゃあそういうことにしましょう。ね、だから神への捧げ物です。祭りシステムってのは法律すらも超える新しいシステムなんですね。いいですね、祭りシステムね、あと結構好きなんですけどね、ペンネームガンビット。映画のサブタイトル。はい、エイリアン4。祭り。それはどういう風に解釈したらいいんですか。エイリアンがあって、エイリアン2。とりあえずエイリアンの卵なんかみんな派手な色に塗られてるんですかね。
でしかねだって。いや、っていうかね、3、まあ1で一匹のエイリアン大変だったじゃないですか。はいはいはい、で2で大戦争になったじゃないですか。はいはいはい、で3はまた宇宙船の中でまた繁殖したりしたじゃないですか。すね、はいはい、4はね、多分この祭りとは和解だと思うんですよ。結構仲良くやっていけそうだ。人類と。人類と。エイリアンとの。で、その祭り。ヤグラでこうエイリアンがこういろいろ叩いたりしながら、いろいろ叩くんですか、いろいろ叩いたりとか、うん、音楽鳴らしたりとか、うん、東京温度に合わせてこう第二食堂を出したり引っ込めたり出したり引っ込めたりする、タラーってこの酸のよだれを垂らしたり、うん、でそれで焼きそばをジューって言わせたりとかがなんか俺のイメージなんですけどね。そうなんですかね、これどうですか、ペンネーム平成の掟、ゆで祭り、ゆで祭り、はい、ゆでるのゆででしょうね、それはゆで祭り、うん、祭り金庫、祭り金庫、スロットゴーストップ、祭り祭り祭りだってただ面白い響きの言葉をとうとうやってしまいましたね、面白い響きを、まあ俺が書いてこいって言ったんですけどね、うん、スロットゴー祭り祭り祭りですから、うん、並びましたからね、うん、これきっとあの500ドルぐらいもらえますかね、うん、コインは出ます、ね、意外と安いんですけどね、これどう、祭りのタレそれ先週あの祭り汁とちょっと似たものがあります、ね、これでも祭りのタレって焼きそばとかってさ、うん、美味しいわけでもまずいわけでもない、なんかこう縁日風の味になるじゃん、なんか、あれにする過程であの味が出せる、それはいい、祭りのタレですよ、うん、ね、欲しいな祭りのタレ、祭りのタレ ね、これが一番僕あの理解に苦しんだんですけど、中野区のペンネームピタピタさんから、うん、いやー末尾は祭りか大臣かものすげえ馬鹿になるか、ものすげえ、うん、利口になるか、利口になるか、大臣っていうか、まあ金持ちにね、そういうやつっていないでも、なんかうわこいつ末は祭りか大臣かだなっていう、うん、イメージ、うん、だからほら、なんとかと天才紙一重と言いますかね、俺なんかそういうタイプだった、うん、そうだよね、うん、うん、なんか必ずなんかだから、いい目が出たからあなた今こうしてられるけども、大臣だけどね、間違えた、うん、しかも厚生大臣に選ばれたけど、うん、自分が厚生したのがいいような感じだけどもまたねもしもし、お母さんの病状はいかがですか、消防状態そうですか、え、大丈夫ですか大丈夫ですか、はいはいはい、今日も行ってきましたから、うん、あの変な風に目が出ちゃったあなたもね、いけない、いやもうそうです、歩いていけない、もう変な話、みんなを楽しませるか、みんなを悲しませるか、すごく、うん、あとこれも末は祭りが大臣かの使い方ですね、うん、響きだけいいのないかな、なんかな、ペンネームテレフォンモンガモンガモンガ、祭り身の術それだからさ、その祭りの術って言われてこう見られても、うん、なんてコメントしていいか分からない、いやいやもう大丈夫大丈夫、全てに意味がつけられなくてもしょうがないですから、それはそれでね、祭り喫茶祭り喫茶祭り喫茶、みんなが持ち上げてくれるんですかね、俺なんかあの五円玉のさ、あの変なで作ったみこしってよくない、なんかああ、ありますありますあります、あんなのがなんか店内にいっぱいある様子っていうのなんか、あのお客さんより店員の方が多くて、ほんで、運んで、クリームソーダ運んでくるときでも、セイラ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 って言いながら、うん、うん。厨房からお客さんのとこまでもう2列に並んでんだよ、もう店員が。で、周りで仰いでるやつなんか、そうそうそう、水かけてくれたりしてね。うん、塩撒いちゃったりね。ね。ペンネームグレート俺。祭りの陽子横浜横須賀。あなた、私のことは祭りだったのね。バスコダ祭り特急祭り2号祭りサーベルもう何でもいいことになってきた松方弘樹世界を祭る祭りドルだって祭りドルはなんかお祭りの時しか使えない金券みたいな感じがするわな、うん、ということで今週はですね、まあ、祭りがつく面白い言葉、はいはいはい、もう全部来年の広辞苑には乗ります、そうですね、間違いないですね、炙り出しで乗りますから、もう金田一先生も賛成してください、大賛成、はい、もろ手を挙げてね、それではですね、来週の言葉を発表します、はいはいはい、来週はですね、刑事のつく言葉、あのデカの刑事です、ああ、はいはいはい、ゴリさんでおなじみの刑事です、はい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 、すっぱだかデカとかそういうハリウッドデカとかそういうのですハリウッドデカゴージャスそうですね、尾行しでも目立ちそうですね、オープンカーですから、あ、はい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 、スパンコールの服着て、もういいですね、タヌキの毛皮みたいな首巻いてます、そうですか、ラメ刑事っていうのはそういう使い方で口づけデカっていうのもいいね、デカってデカって60分もちょっと好きなんですけどねそういうふうにですね、意味は我々が考えますし、はいはいはい、もし意味まである方は意味書いてくれても構いませんが、ね、基本的に我々解釈に努力をします、はがきの宛先は、郵便番号111番、東京都台東区浅草橋 5-21-4 セントギガ伊集院光の回電波発信基地面白日本語大辞典の仮までです、デカウーマンはがきを採用した人には番組ステッカーあげます杉並児童合唱団で手のひらを太陽に。
回電波発信基地キャッチしました。フォーエバーウィズユー、クリスマスから始めよう。僕らが二人でこの道を歩き始めたのはあの年のクリスマスからだった。番組恒例のサウンドノベルシリーズの第4弾、1時50分から学校であった怖いお話の後編もダウンロードしていただきたいんですが、とりあえず番組は新しいストーリーに突入していきたいと思います。タイトルを聞いてもらえば分かる通り、今回のテーマはクリスマスセントクリスマス。今ではもう伝説上の人物となっているサンタクロースですけれども、その昔はセントニコラウスというね、ああまたまた雑学が、人だったんですけどね、うん、本当人だよね、はい、神父様でしょ、まあフグで当たって死んでしまったんですけど、違う違う、テドロトキシンの餌食になっちゃったんですけど、まあ、砂浜埋めとかなくちゃいけないね、もうね、もう砂浜に埋めといたら大水でさらわれちゃったんですけどね、致命的に、フグで溺死っていう珍しいパターンだったんですけどまあやっぱり僕も気取るのも限界がすごく早く来てしまったんですけど、一応ね、今回もねいい感じの話にしたいんで、でも恐怖とかやめようと君いつでもその恐怖に来たがるじゃないですかちょっと待ってくださいよ、前あなたやったときめきなんとかっていうのあったんで、はいはいはい、あの時だって結局最後自分がめちゃくちゃにしちゃったんじゃない、ガシなんて異常者のが人殺しする話にしちゃったじゃないか、うん、まあ、そういうこともあるよね恋愛は、うん、ない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 、恋愛のあなたの中ではあるかもしれないけど、うん、一般的にはない、まあ一般的にはないね、すぐに意見変えちゃねえよないねじゃねえよねいいんですいいんです、まあ、ただ今回は僕ね、いいなんていうのかな、みんながね、来たるべくクリスマスに、そうです ね今10月ですけども2ヶ月後のクリスマスに向けて、はい、なんかこう夢が持てるような、またなんかいつも一人でね、うん、きっと恋愛を告白してもダメなのかもしれないなんていうね、そういう後ろ向きな考えを持っている少年たちがね、引っ込み思案のあなたに送る、うん、引っ込み思案のあなたが、うん、本当の恋愛にたどり着けるようなね、そういう話を作りたいんだよね絶対そんなことは腹の中でそんなこと思ってないよ、いやー思ってるんだけど、もう君なんかどうなのかな、クリスマスはどういう思い出があるのかな。僕のクリスマスの思い出ですか、うん、そうですね、クリスマスっていうと毎年後、楽園で後、楽園で後楽園デートデート、デートチュー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 、イルミネーションがとっても綺麗ですよ、綺麗なんだよ ね、もう木にねこうたくさんのこう電飾が飾ってあって、ね、モミの木にね、うん、そういう光の精が舞い降りたようなね、うん、もう場内に流れてる音楽なんかみんなやっぱクリスマスソングだね、鐘の音が響きね、お客さんなんか恋人同士、それからまあ家族連れなんてもいるよ ね、もう妖精たちが祝福してるね、そこで僕たちはね、うん、司会何のゲーム後ろの方にボロボロのドンチャックとか立ってたりするんだよね、いるね、でもドンチャックだってみんなサンタクロースの格好してるからね、うん、僕ねクリスマスね、いい思い出があるんだけどね、聞かせてくださいよ、17歳の時なんだ、もう17歳のクリスマスって言ったら本当に恋愛に関しては大事な時じゃない、うん、その時にね僕錦糸町のね西部のね7階でね叩き売りしかもベッドの80万円のベッドが40万円からだっていらねえよそんなもんどう叩きゃ売れんだよそれはと思いながらねいいね、嫌な気持ちもあります、僕も池袋のレストランでやらされたことあるけどね、あ、ありますね、僕クリスマスになぜか屋形船乗ってたこともありますね寒いね、寒い、猛烈にね、やだやだ寄せて、まあこのようにですねクリスマスに一度もいい思い出がない人もせめてそうです、想像の中でこの番組を聞いて見てる間だけは悶々としてくださいもん、悶々と、悶々とうっとり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 してください、うっとりしてください、はい、というわけで、早速1回目のスタートストーリーです、メニュー画面の2番目選んでください、せーのピローン、綺麗綺麗綺麗、ありゃしない、フォーエバーウィズユーダメダメちゃんと読まないで、フォーレバーワールそうそれでいいよドイツクライスマスから始めようせーのピローン、文化祭、男子校の僕らにとって女の子たちがやってくるこの出会いの日は高校生活の全てと言ってもよい、しかし僕の所属する文芸部は男たちが文学について語り合うという趣旨の部活のせいもあって、文化祭であっても女の子と知り合うなんてあるわけがない、今年の文化祭も部員の詩の展示という女の子どころか
誰も来てくれなさそうなことをやっていた。実際に朝から今まで来てくれたお客さんは冷やかしでやってきたうちの学校の生徒 3,4 人だけだ。そんな午後、文芸部に4人連れの女の子たちがやってきた。その中には目がパッチリポニーテールの似合う女の子がいる。僕の好みのタイプ。しかし女の子たちは展示をつまらなそうに見ている。このままでは女の子たちは通り過ぎていってしまう。高3の僕にとってこれが最後のチャンスかもしれないのに、僕は選択肢1番、僕は心に決めた。思い切って声をかけてみよう。2番、僕はサッカー部の友達に頼んで名前を聞いてもらうことにした。3番、僕は思い切って女の子に声をやっぱりかけられない。まあ一応スタートはこういうまともな感じです。まともですね。あなたこれ主人公だったらどうするんですか。どれを選ぶんですか。僕3番ですね、きっと。はあ、かけられない、うん、ああ製図の宿題に精を出し、あの汚い崩れかけの格好で。なんでそんなこと知ってんの、製図がどうのなんて。だってお前工芸高校だろ。うん、そうだけど。工芸高校だったらやることは製図だよ。あ、そう、ね、今日も製図、明日も製図。製図、もうこんなおかず嫌だっていうぐらい。製図はおかずじゃない。でも2番のこのサッカー部の友達に頼んで名前を聞いたら、これは具ですね。これ言ったら絶対サッカー部のやつができちゃうに決まってんじゃないですか。そうしましょう、そういった。決まってます。うん、そう。決まってんだよ、もう。本当に、巡査の言うこと聞いておけ。ね、もう本当にね。巡査だったのか。あ、まあ一番心に決めた、思い切って声をかけてみよう、そうな。まあ俺的に好きなのは3番から展開したことは好きですけどね、うん、これね。僕もだから3番なんですけども、1番で声かけてみようと して、失敗するのもいいですね。いや、これで声かけないでいたら、一人の子が、この男の C とかの中に、なんかこう、ずっと帰らない奴がいるのよ。あ、はいはいはい。で、そこで、なんかこう、何よ。で、その C の内容とかも、彼女が一個こう、その C を張り出してる中で、前から動かなくなってて、動かなくなってて、どんな C に興味を持ってたんだろうなと思って、その C を見てみると、それが、もう、ね、ボケやすいですね、非常に。焼き魚とかそういう C なんです。いやいや、丼飯ですけども。同じような方法。丼飯が入ったもん頭に被って取れないよっていうね、接着剤じゃねえんだから大丈夫だろ、みたいなそういう C だったとかっていうね。まあでも、いいですね。まあ名前だけ聞いてて、で、その周りから攻めていくってなるよね。うん、でも名前、でも2番は絶対グですよ、これは。いや、俺ありがちなのは、ここからもう頭想像できるだけのストーリーですよ。うん、名前を聞いてもらうことにした。で、あれは誰々だったよって言われた。で、その後、うにょうにょしてる間に、サッカー部のやつが、お前行かないんだったら俺誰々と付き合っていいかって、うんって言ってしまって付き合ってしまった。うん、ああ、と思っていたらサッカー部のやつの勘違いで、うん、それは違う、その4人のうち違う子で、うん、自分の好きな子はまだ全然手つかずで、うん、で、なるほど。そのサッカー部の、その、もう今やカップルになった、勘違いカップルになってる、うん、そのサッカー部の二人が、じゃあお前らも付き合ってみればとか、いう、うん、なんか聞いた話は、私の友達の何子が、あなたのことすごい好きらしいよ、って言って、うん、でも、あ、そんなことを言われても、なんつって言ってみると、あれ頑張ってみて、どうのねーなんつって、もうあんまり喜んじゃって、最高感でバキュンバキュンバキュンって相手打っちゃって。まあ最後はどうでもいいとして。うん、コブラより。語るね。ダメに行くーね、だったんですけどね。すごいね、あなたという人は。まあ、一応この三つの選択肢の中から一つを選んでですね、ね、続きのストーリーを書いて、最後に選択肢をつけて送ってください。宛先は郵便番号111番、東京都台東区浅草橋 5-21-4、戦闘機外順位光の回電波発信基地、Forever With You クリスマスから始めようの係までです。はい。で、一応採用者には特製紙切れなんですけども、一応ですね、またあの、音楽のチョイスにかけては今、戦闘機が1というですね、音ちょいと言われてる、ね。音ちょい、もしくは音楽のチョイスと言われている。あんまり略してないんですけど、ミツパルディレクターが、このストーリーにはこれしかないっていうの、エンディングテーマ。菊池桃子の雪に書いたラブレター。講義が多い場合は変えます。
一中院光の回電波発信基地。なんだこの電波は。増幅せよ、増幅せよ。おのおの動物園連れてってくださいよ。お父さん動物園。方が違うな。普通は雨はよく消すにとか、いい、ね、普通正攻法言ったらあれだよな、うん、あれじゃないって言うならもっと納得いくようなやつ、うん、まあ、歌チョイサーですからね、うん、まあ、仕方ないんですけどね、うん、みんなが抗議なかぎで違う曲名を送ってくれれば彼も目が覚めるとは思うんですけど、そうですね、ダメなんです。しかも2コーラスでしたから、はいはい、ね、しゃべる時間がないったらあれはしないですよ。でも伊集院さん50分過ぎましたので、はいはいはい、あの学校であった怖いお話、はいはい、あれの後編が、皆さんもダウンロードっていうんですか、ダウンロードってできます、できます、はい、で受信したい人は今受信してるじゃないですか、一回街出て、一回この街に出てからもう一回海の家に入ってください。そうです、そうするともダウンロードできますから、はい、せっかくの質問長きもらってるんで、まあ、三つ丸君が2コーラスかけたせいで随分喋る時間ないんですが、1個ぐらい行きましょうかね。1個ぐらい行きますか。はいはいはい。じゃあ福島県のウェーブレース64やってます、はいはい、さんからです。僕もです、はい、よくイルカは頭がいいと言いますが、どのくらい頭がいいんですか、なぜ頭がいいと分かったのか教えてください。6の段がたどたどしいぐらいまでは、たどたどしいぐらいまではなんできるんです。いけて大丈夫です。キッ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 とか言わないですけどね、イルカは。あ、お前の前だからね。あ、僕の前だけで嫌われてんですね、うん、イルカにね。あんまりね、はい、あいつには俺は魚だと思わせとこうぐらいのことは言ってますよね。僕は魚、哺乳類だと思ってますけど、じゃあ次のハガキ読んじゃいますか。いやいや、まだこれ、まだあるんですか。頭がいいのはどうして分かったかっていう。あ、そうか、そっちの質問答えない。イルカのいるところに上の方からバナナをぶら下げて、ダイウッド棒を置いといたんですよ、うん、そしたらイルカ台の上に乗ってヒレで棒を持ってこうバナナを落として食べた。レッサーパンダみたいなことするんですね。はい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 、ああ、そうですか。それで分かりました。もう一枚行ってみましょうか。あと2分ですね。東京都中野区のテレフォンモンガモンガさん、ね。はいはい、はい。久しぶりにファミコンのデビウスをやっていて思ったのですが、自分の操作する飛行機が発射しているのは何ですか。あ、ゼビウス宇宙船に乗って、向こうからこういろんなこう宇宙船がやってくるのを撃ち落としていくやつですね。そうですね。下にあるミサイル工場とか潰していくやつ。はい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 。あ、あのゼビウスの自分の機械から発射されてるものですか。はい。眉玉です。量産だね。ポシポシって言うね。ポシポシぶつけてますよ、ね、お蚕さんはもう来たね、眉一粒は米一粒と思えなんて言いますか、ね、そう、じゃああんまり価値ないですね。いやいや、価値ありますよ。そうですか、あなたが言った今のミサイル工場みたいな倒してるって言うじゃないですか、あれは八王子の養蚕農家なんですか。あ、養蚕マニアの人、マニアの人を倒してるんですよね。だから結構緑がいっぱいあるじゃないですか、あれ全部桑畑ですから、はいはい、で何のために戦ってるんですか。さあ、まあやつも戦いたいんならね、しょうがないね、まあ、止まらないからね。もうね、下の方にピューピューと怒ってくるのあるじゃないですか、あれ煮汁煮汁煮汁をもう、あの眉を煮たやつですね。また別のものです。あ、違う、カレーを煮た時の汁なんで。そうです。朝になると結構プル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 って煮こごりみたいになってますから。それはもうゼビウスの開発者に聞いた話ですから、間違いないと思います、ね、間違いないです、はい、今みたいに古いゲームをやってみて不思議に思ったことやですね、日常生活で困ったこととかあったらですね、私に聞いてください。どうぞよろしく。のフリスタイリーの真似ですからね、スタイリーのフリですからね、スタイリー、スタイリーですね。あとなんかゆたおさん20秒ですけれども、リスナーのちびっ子たちに言っときたいこと、プレイヤーの皆さんに言っときたいことありますか。そうですね、はい、来週までにおのおの自分で考えた工夫した死に方、はい、はい、考えてハガキに書いて送ってください。はい、僕からは、寝言は寝て言え。はい、以上でございます。バイバーイ。